こう去年の石倉さんの背中を去年同じコートに立ってずっと見てきたので、こう石倉さんのようにしっかり全員を鼓舞してできるようにっていう気持ちで。春東日本と、まあ、試合やりましたけど、その中でそのキャプテンシーみたいなことは自分でできたっていうふうに思ってますか？いやーまだ全然できてなくて、こう たくさん周りの、まあ、同期のリオンとかリサとか、まあ、下級生の折り立てとかにもたくさん助けてもらっているので、秋はもうちょっと自分キャプテンらしく頑張っていきたいかなと思います。そのキャプテンらしくっていうのは自分でどんな感じだと思ってますか？どんな場面でも劣勢な場面だったりとかしてもこう堂々とチームを引っ張るぞっていう感じでっていう姿かなって。個人的な面ではそのプレーでその春東日本とは自分の出来としてはどんな感じだったんですか？まあ、微妙な感じ、正直微妙な感じだったんですけど、岩本がトス振ってくれてそれにしっかり応え切れるっていう場面がそんなに自分の中ではあんまり多くなくて、まあ、こう周りが助けてくれたって本当に大きかったのでって感じ。その微妙なっていうのはもうちょっと具体的に言うと、なんかタイミングが合わなかったのか、コース取りとかが悪かったのかっていうと、どんな感じでちょっと良くなかったですか？こう同じ1本目打ってそこにレシーバーがいるのに2本目も、まあ、同じところで勝負しに行ってしまったりとか、ちょっと攻撃に対しての工夫が少なかったので、まあ、微妙かなっていう。秋リーグはそのまず個人的なプレーとしてはこんな形でチームに貢献したいっていうのは何かありますか？今結構ライン打ちがもともと得意なんですけど、しっかりクロスのコースも今練習しているので、そういう幅広いコースで相手を惑わせていけたらいいかなと思います。で、中野さんの持ち味としてはやっぱりパワーっていうのが一番あると思うんですけども、あのパワーをもっと高めていきたいのか、他のバリエーションも作っていきたいっていうのはどんな感じですか？そうですね、まあ、よく言えば両方を高めていきたいんですけど、まあ、今パワーはだいぶ、まあ、ある方だと思っているので、他のテクニックだったりとかっていう細かい技術面の方を上げていけたらいいです。キャプテンとしてはこの秋のリーグこんな感じでチーム引っ張っていきたいっていうのは何かありますか？まあ春が3位だったっていうのもあるので、こうみんなが硬くなったりとか、まあ、今回2部から上がってきた明海大学さんとかもいて、去年の嫌な思い出とかあると思うので、そこをしっかり取り切って全員が気持ちよくバレーできるように声かけとかしていけたらいいかな。どのチームに対しても手を抜かず自分たちのこう今夏やってきたことを出し切れれば、勝てると思うので、そこをしっかり全員が発揮できるようにしていきたいなと。秋リーグ優勝して全日本インカレに向けていい流れでチームを持っていきます。